佐々木実治は、日本の政治家、元京都府南丹市長、京都府園部町出身、1977年3月、同志社大学法学部法律学科卒業、同年4月、参議院事務局に就職。1982年1月に退職すると、当時京都府副知事を務めていた同郷の野中博夢の秘書となる。 1988年からは、野中の公設秘書となる。2001年11月、退職。同年12月、その部町の収入役に就任。2005年12月、収入役を辞任。2006年1月1日、その部町、八木町、日吉町、宮間町の4町が合併して、南端市が誕生。 野中博文の実定で、その部町長の野中123は、当初、初代市長への意欲を見せていたが引退を表明。これにより、市長選は、野中博文と123などが推す佐々木と、元谷議長長で、衆議院議員の中川康弘が推すその部町議会、議長、中川圭一の間における代理戦争を溶かし、また民主党推薦の笹谷元秀でも候補者になお、 つらねたため三者の激しい戦いとなった。選挙は2006年2月19日に行われ、中川が辞典の佐々木に17票差で勝利を収めた。ところが、市長就任直後の3月12日、中川慶一は買収容疑により逮捕され、3月22日に辞職。四月三十日に行われた市長選には、佐々木と中川康弘が押す 奥村義春と、老祖や日本共産党など11団体が参加する、みんなの南端姿勢を作る、会代表委員の井尻雄介の3人が出馬。佐々木型候補を下し初当選。2010年に再選。2014年の市長選では過半数の市議と、野中博文の支援を受けて出馬。野中123と、中川康弘の支援を受けた。 社会福祉法人上無理事の西村良平と前々回の選挙で戦ったいじりゆうすけの2候補を下し3期目の当選を果たした2014年8月3日南丹市で行われる京都三山サイクルグリーンツアーに参加中バイクとの接触事故により入院し公務を離れた3ヶ月後に復帰し2018年の任期満了をもって退任したありがとうございます